本日もよろしくお願いします。立花事務局の中川敦です。ではですね、今日もこの動画、このチャンネルでですね、あなたが最短期間で冷却期間一切不要の裏テクニックについてお話をしていきたいと思います。冷却期間一切不要で、復元の方法を教えているのは全国どのチャンネルを探しても立花事務局たった唯一うちだけでございます。なぜならですね、冷却期間置いても92% の人が失敗をしているんです。これは実際のどのチャンネルを見ていただいても全ての統計上で言われている結果です。ですから、冷却期間を置いて 90% 失敗するんだったらですね、実際に半年以内に半数以上の方が復元の成功されるんだったら、その半数以上のですね、復元成功される方に目を向けてですね、復元の成功の短式化、どうやったらお相手の復元が成功に向かっていくのかね、それを心理的ノウハウに基づいて心理学、脳科学、そして社会行動学といったですね、学問に基づいた復縁成功テクニックやノウハウ、テクニックをお届けしているチャンネルでございます。ですから今日はですね、その中でも LINE ブロック解除の方法についてお話をします。これいくつかやり方があって、ストーカーに間違われてしまったりね、そういう危機や危険性もあるためですね、一応今日この動画でお話しできる部分だけちょっと少しね、切り取ってお話をさせていただきます。でもブロックされている方でも何人もですね、成功されております。現に、私が担当した方でですね、一番広かった方のケースで言うと、ブロックされて、そこからカカオトークやったんですよ。カカオトークもこれブロックされて、電話も正直言ってブロックされて、電話の音信不通というか着信拒否ってやつですね、あれもされてしまってですね、もうなすすべなしみたいなところだったんです。そういう方でも正直僕復縁成功させたことあります。もうほぼ無理、どこ行ってももうドクシシと、うちでは無理ですよ、あなた諦めてくださいって占いのところ行ったりね、他のなんかどっか復縁のカウンセラーさんだかなんだかっていうところ行って、そこでシシと、私うちでは無理ですよというふうに言われて、しまいにはね、復縁の仲裁屋さんで500万払ってくださいねとか、600万払ったら一応じゃあ工作しますよなんていうふうに言われて、半分騙しかけられたみたいなところでね、どうすることもできずにうちに来られてね、正直きついのはきつかったですけど、復縁成功しました。その方、それ実際の実例としてお話しさせていただきましたが、それ以外でも3回4回で、ね、ずっと連続してブロックされて解除されて、ブロックされて解除されてみたいなカップルとかもいらっしゃるし、そういう方もブロック解除して最終的には復縁成功したというようなケースもありますので、ブロックされたから全てがダメだよっていうわけではないし、こういうブロックをされた方は相手にしない方がいいよっていうことも一応お話をします。何でもかんでもいいわけじゃないし、その線引きをね、この動画で上手にお伝えしていきたいなというふうに思います。まずね、ブロック解除の仕方はちょっとこの後後半でお話をするとしてですね、まずブロックをされてしまったというような場合ですね、まず一番最初の思考として、ブロック解除ができるからね、ブロック解除できますね、この連絡方法こういうパターンがあります、連絡の仕方があるからといってすぐに連絡すべきものではないっていうことだけまず一つ目に心得ておいてほしいです。このもうこれはいつでも言っておりますが、連絡のタイミング、この連絡のタイミングは、じゃあ今日ブロック解除できました、あなたのブロックを僕がポーンと解除させることができました、じゃあそっからうわーって毎日のようにまた連絡したらブロックされますよ、いいですか。ブロックされた、ブロック解除ができたからといって連絡をするタイミングがすごく重要であるということをまず大前提には覚えておいてほしいです。で、2つ目にですね、2つ目に、なぜ彼女があなたのブロック、あなたの LINE をブロックするようになったのかっていうことを考えていただきたいです。なぜブロックするようになったかです。なぜね、ブロックをするようになったのかっていうことを彼氏さん、彼女さん、その目線になって考えてみてください。どういう心境で彼女がブロックをすることになったのか、ここをまず大前提に理解をした上で、解除した後のアプローチを入れていかないと同じことを繰り返すことになります。先ほども言いましたけど、3回4回ブロックされて解除されて、ブロックされて解除されていって、こういう風にねやるのって精神的にしんどいですよ、しんどいです。じゃあまず大事なのは、なぜブロックされたのと、何がその彼女を追い込んでたのかっていうことを考えてほしいです。何が追い込んでいたのか、やっぱりこうブロックをするっていうのは、それ相応のそのコカ・コーラのね、これ1本買うと LINE を登録すると1本無料ですみたいなやつで登録して、通知が鬱陶しいからブロックしたっていうのとはわけが違うわけですよ。
元恋人、元人生で一番大事な人、一番自分が生涯で大事にしようとした人をブロックするわけですから、どういう心境だったのっていうのをちょっと考えてほしいです。ブロック解除ができるよ、それはやり方あるよ、でもその前になんで彼彼女がブロックしたの、ここの原因をちゃんと追求しておかないと、また皆さん同じことを繰り返しちゃうよということでございます。その追い込まれたかっていうのはね、まあ大概のケースとしてはしつこい LINE からのブロックっていうパターンです。大概のケースね。まあ例えば別れた後もう一回話聞いてよとかね、まあちょっと間を置いて話聞いてよとか、復縁迫ったわけじゃないけど、ややしつこめに LINE しちゃったなとかね、ややしつこめにちょっとこう迫ってしまったなっていう方、自分の中ではややっていうような感じだったものが、彼彼女からしたらうーんってもうちょっと心苦しく、これどうやって返そうかなとかね、もう何言っても聞いてくれないじゃんとかね、この何言っても聞いてくれないっていうね、ここのキーワードは結構多いですよ。聞いてくれない、何言っても聞いてくれないからブロックっていうパターンが彼氏さん彼女さんの心境だったりします。その聞いてくれないっていうのは意見がずっと噛み合わないわけですから、その連絡来るたびに苦痛になってってしまうわけですよ。聞いてもらえないなっていう風になるとね。だからここをまずなぜブロックされたのか、皆さんには皆さんの何か原因や落ち度がどっかにあるはずです。そこは必ず向き合ってくださいねということ。この2つ、1番と2番、そのタイミングでブロック解除した後にじゃあいつ送るのかっていう、このタイミング、今日じゃないですよ、今日じゃなくてもじゃあ来週なのかね、2週間後なのか、20日間後なのか、1ヶ月後なのかね、そのタイミングはまず適正なタイミングを送ること、これは絶対必要ですよ、こういうこと。2つ目に、なぜ彼彼女がブロックをするように追い込んでしまったのか、どの場面が彼彼女に心苦しさを与えていたのかっていうことを振り返って見ていただいて、それを改善していくということが必要になってきます、ということですね。はい、ここまでを踏まえた上で、じゃあ LINE のブロック解除の仕方、またですね、ブロックされた彼彼女に対して LINE の送り方があります。それはどういうやり方かっていうと、ちょっと私の携帯を持ってきます。これね、まあちょっと見しちゃうとあれですね、これが LINE 入ってるね、皆さん端末じゃないですか、この端末をもう一つ用意してください。もう一つ用意して、2つのデバイスで、これをやってほしいんですね。これ例えばですね、このプラスボタンを押して連絡先情報、これね、これなんか適当ななんか LINE ビジネスみたいなやつやってますが、ここにここですね、ここですよ、プラスボタンを押すと、連絡先情報ってね、友達 LINE 友達から選択とか、端末の連絡先からって選択ってありますよね。このボタンを押すと、もう一つの端末に対して、その自分が今既存ブロックされてるとかされてないとか関係なく、 LINE の連絡先を送信することができます。この送信機能を使って、彼彼女にもう一つの端末から、久々に携帯変えたんだけど名前が上がってきたから連絡してみたとかっていう風にして、自然な形で再アプローチっていう、その入り口、まあ自然なその LINE の間口を入れていくっていうことができますと。まあ要は LINE ブロックされてる方って、何か別端末、まああとはその SNS だったりとかですね、 SIM であったりとか、 SIM っていうのはSMS ですね、 SMS でコンタクトを取ったりですね、ブロックされてるからって全てが根絶されるわけじゃないです。相手がね、携帯振って飛ばして無人島にね、彼彼女がどっかにいきなり一人暮らししてるわけじゃないんですから、そんなわけないんですから、彼が彼女が携帯を持ってる限りは、何がしかで連絡を取っていく手段っていうのは他にも様々あります。グループ LINE の接し方とかね、アプローチの仕方とかっていうのもまあ一つありますし、それ以外にもですね、ブロック解除の誘導文とかね、あとはまあ SMS だったら誘導文を活用したね、ブロック解除法とかっていうのもありますし、まあそういう感じで、そのまあ今回は連絡先の移行っていうパターンでね、アプローチをします。そうやってブロック解除した後コンタクト取っていっていただければいいんですね。こんな感じでブロックされてても、たまたまね、あなたのその LINE が表示されてきて連絡取れるようになったよっていう風に要請かけた接点の持ち方はありますということです。でたった一つタイミングを間違えるとね、タイミングを間違えるとストーカー扱いされてしまったりとか、それ以外にもね、自分がなぜブロックされたのか分かっていないと、そこを分かってないとブロック解除してもその後またブロックされますから、ブロック解除することは目的ではありません。あくまで手段、あなたが復縁する上でもう一回ちょっと自分の冷静さも取り戻せれたわけだし、
あの時よりふとね、落ち着けるようになったわけだし、まあ、今なら連絡取れるだろうというふうなパターンです。これ最初冒頭に言ったこと覚えてるかと思うんですが、ブロック解除する必要がないよという方、こういうブロックのされ方は相手にしない方がいいよっていうパターンもあります。それはどういうパターンかっていうと、その出会いがですよ、出会いが例えば結婚相談所とかでね、出会いましたと。結婚相談所で出会って、その結婚相談所の仲人さん、あの真ん中にいるんですよね、仲人さんっていうのが。この仲人さんが、あ、ごめんなさい、今回はあの縁談なしでっていう風に言われましたと。だからお互い連絡先消してくださいねって言われて、それで彼が LINE をブロックしてます。連絡も取らないっていう風にして、ブロックしてますというケースで、それでもやっぱりあの縁談なんとか成功させたいからって言って、連絡を迫るケースね、これはやめられた方がいいと思います。別にも相手にしてもしょうがないわけですし、まあそういうパターンでは復縁っていうか、そもそも恋愛が成立していないパターンですから、恋愛をまず成立した前提でブロックの解除っていうのを考えなきゃいけないです。何でもあの恋愛成立していればですね、別にあの人としてはあなたのことが好きで、あなたのことがその手に抱き寄せたいっていうことの思いはずっと心のどっかには残っているのが彼ね、彼女の心境なわけですから、それでも今ブロックしないとね、話聞いてくれないなとかね、今ここでブロックせざるを得ないような環境をあなたが作ったからそうしてるだけっていうパターンはいくらでも修復ができます。それを取り戻してまた自分に振り向かせていくっていう方法はありますんで、まあそういう場合には他にもブロック解除の手段とかね、 SNS を使ったアプローチ方法とかっていうのもいくつかあるんで、まあそういうのを実践して復縁活動にお役立ていただけたらと思います。はい、じゃあ今日のチャンネル、今日の動画が良かった方、いいねボタンよろしくお願いします。他にもこういうパターンどうなのかなっていう風に気になる方はぜひですね、コメントをお寄せください。では最後までご視聴いただきありがとうございます。